の爪楊枝でこちょこちょこちょがいりませんので、あとここにゴミ袋があるんですけど、あと回収しますからね。全部入れた時さえ使ってはいけない薬品ではないんですけど、これ後でね、このプリントに貼ってもらうんですよ。1枚入れてくれ、跳ねかさないように。1枚こっち側向いてるじゃないですか、これね。あれ全員あのね、反応って温度が上がると反応速度って上がるんです。お家に帰って、そのね、お父さんお母さんがその少しここで学び直しをしてもらい、フォローしてもらえると本当はいいかなっていう、そういうレベルなので、リスクを犯せばもっと早く終わるんですけど。はい、おせんべい焼けたかな。あれは炙りつけさ、な、おせんべい、もうちょっとかな、焼けたかな、な、で、ここに置く。はい、触んないでね、触んないでね、もうちょっと炙ったら、ここもうポンって、そのピンセットごと置いちゃってください。持ってきたね。ピンセットごとパンって置いてる。はい。いらっしゃお。こうやって手出す親はダメなんです。はい。このね。で、はい。おせんべい焼けたかな。色変わったかな。透明ですよね。透明ですよね。あ、せーの、じゃ、じゃー。はい、ストップ。あ、行き過ぎた。今わかりました。今マジック。燃えて危ないっていうふうに思うよね。思いますよね。あ、火事になるみたいな感じでね、火事になるよね、火事になるよねと思ったけど、そんなにあんだけ大量に使ってもそんなには入れなかったんですけど、これ紙コップですね。それ飛ぶんだ。なんで今日こうなんだろう。ちょっと今の見なかったことにして、今こんなんじゃね、こんなんじゃ納得いかないですよね。おお、はい、これあまり魅力ないですね。おお、えっ、ー、とロッカー今ボトル、はい、火つけて、はい、よいしょ、重いかな、重いかな、はい、おお、びっくりした、ごめんびっくりするよね。全部こういうね、水素って怖いと思うんで、さっき水素爆発しましたよね。やってみる、これだけです、何もないですよ、この程度ですよ。あれ、長いところだとこうなります。おお、